たは5秒で笑う方法をご存知だろうか？そういや最近働き詰めで笑ってないな。でも真の笑いやユーモアは人間には必要だと思う。笑顔はそれだけでコミュニケーションになるからな。笑わない人は死亡率が2倍になるという研究結果も出てるんだぜ。てなわけで、今回は誰でも笑ってしまうコキペ50選を紹介するぜ。弁当買ってないのに、弁当温めてくださいって言ってしまった。あの時の店員の顔は忘れないだろう。マック行った時、マクドナルドくださいって言った。そしたら店員に買収は困りますって言われた。風呂入ろうと思って裸になって。車に乗り込んだ時は自分でも驚いた。サイゼリアで見知らぬおっさんの膝に座って、しばらくキョトン。誰だ？え？数秒間見つめ合った直後にスピーディーに土下座した。飯はまだ可能。やーねー、おととい食べたじゃない。毎日食わせろー。iPod が指紋でベタベタしてたから。水で洗い流した。夜道で携帯いじりながらチャリ乗ってたら、田んぼに落ちた。なぜかわからないがそのままの状態で2時間ぐらい寝たわ。コップに牛乳注ぐ。満タンのコップ片手になぜか牛乳パックのほうラッパ飲み。遅刻？ごめん待った？今来たところ。お前も遅刻かー。面接でずっと御社を言い間違えて。お主って言ってた。集団面接終わった後に同じグループのやつに言われて気づいた。算数たかしくんは1個70円のリンゴと1個30円のみかんを握りつぶしてこう言いました。次はお前がこうなる番だ。これでうまい文句言って封筒渡されて。中から箸が出てきた。メガネしたままサングラスしようとした時目は4つもない。カッコの中いらねえから。何かじわじわ来る。何にする？同じのでいい。じゃあカレーセット2つ。じゃあ私もカレーセットを2つ。もういっそのこと、農家やろうと思ってるやついない？イエスかノーかで答えて。地味に拒否権がないよ。これからの時期は自分の鼻パカって取って洗いたくなる。病院行けよ、楽になるぞ。いや本当に鼻取るのは嫌だよ。ちげえよ、花粉症だろ。薬もらってこいよ。なんだそういうことか。おいよしん、いい加減にしろよ。さっきから赤べこの首が止まんねえよ。俺の500円のマウスは何もしてないのに左上を一目散に目指すんだが。それはお前に斜め上を行くような人になってもらいたいという母ちゃんの気持ちだ。斜め上ゴミ箱なんだけど。昔駅のホームでスズメバチが服に止まった時、下手に蜂を刺激したり手で追い払ってはいけないと聞いてたからじっとしてたら、3分ぐらい硬直状態が続いた後ゆっくりズブリと刺された。どうせだから刺しておこうくらいの気分だったんだろう。絶対に許さない。ツタヤのホラーコーナーに、題名とか何も書いてない。黒いパッケージのビデオが置いてあったんだけど、誰か見た人いる？このビデオの存在知ってる？すごく内容が気になります。それは仕切り用のダミーです。真空パックの冷凍ハンバーグってレンジでチンできますか？解決しました。破裂しました。ぼーっとしててやっちまったこと。犬の散歩に犬を忘れた。個人的に衝撃的だった事実。こないだ Y が入った国道沿いの露天風呂が足湯として紹介されていた。昔、チビな彼氏に気を使ってぺったんこの靴でデート行ったら。何その靴？忍者？忍者？忍忍。って彼氏がはしゃぎながら溝に落ちて足の小指骨折して。お前といたらろくなことない。って振られた。って話したら上司が笑いながら階段踏み外して落ちた。やばい。スーパーでガリガリ君を買ってや、袋いりませんからって言ったら。不思議そうな顔をして放送を向いてくれた。そうじゃねえよ。駅のこなれたアナウンスは殺意が湧く。高校生の時に、初めて来た東京で電車乗り間違えたかなと思い、次の駅が何かすごい気にしてた時に流れたのが、ヒゲのキャハ、ヘテテテスヘテテス。お前にとっては毎日のことだろうが、俺にとっては重要な駅名だったんだよ。病院でかゆみ止めの薬をもらった。説明書を見たら副作用にかゆみと書いてあった。聞くのか、これ。高速道路で運転中。マリオの無敵 BGM を大音量で流してるやつに抜かされた。天下一品を天一って訳すやつは、残された下品の気持ち考えたことあんの。今日小学生にすれ違いざま。ニフラムニフラム。って言われた。なんのこっちゃ？ニフラムはドラクエで敵を消し去る呪文です。要するに消えろってことです。しかも経験値が入らないので、貴様の経験値すらいらねえということです。しかもニフラムはアンデッド系の敵に効きやすいという特徴があるので、死んだ魚みたいな名刺点じゃねえよ、あるいは単にお前臭すぎ。といったメッセージが込められているのかもしれません。そして自分よりレベルの低い相手にしか効果がない。久々の来客かと思ったら、窓に体当たりする金軍だった。
中学の時同級生だったエクストリーム金玉パフェちゃん知ってる？赤ちゃん生まれたらしいわよ。あ、そう？あんたもそろそろ結婚してよ。孫も見れずに死ぬなんて嫌よ。だから嫁ならもう。だったらそのルイズって子を連れてきなさいよ。猫は黒猫が横切ると不幸がなんたらって言うじゃん。だから全速力で並走してたらなんか見えない絆が生まれた気がする。喧嘩して仲直りした時、どんな些細だろうと大きな喧嘩をしようと俺は変わらず好きだよ。その代わりお互いもっと思いをぶつけていこうよ。何も知らないまま感情に振り回されるのはやめよう。俺とみゆきはそんなことで壊れる仲じゃもうないだろ。目を見ながらしっかり言われた。私みゆきじゃない。おすすめの動物病院がありましたら教えてください。犬です。賢い犬だな。風邪をひいてる自分に向かって、父は、ほら、ネギを食え、万病の元だと言い放ちました。地元の新聞で見たが、ジジイ友達二人で仲良く老人会に出かけた帰り道、助手席のジジイは死んだようにぐっすり寝てたらしいが、検問で止められた。奥さんはどうしたんですか？寝てるジジイおばあさんと勘違い。死んだ数年前に死んでる。本当ですか？なんだ？しょうがないだろう、俺ももうすぐだ、はっはっは、じゃあな。警官庁、ちょっと待ってください、心中と勘違い。そこで寝てたジジイが目を覚まして動いたから、警官腰抜かしたらしいよ。マックに女子高生がたくさん来てレジが混雑。一人が注文するから先座っててといい？アイコ18と、アイスコーヒー18個注文。その後ろにいた普段マックとか使わなそうなおばあちゃん。何を思ったのかと猫74と自己紹介をした。駅に向かう途中、目の前を全力疾走してたサラリーマンが氷に足を滑らせて改札下をヘッドスライディングで通り抜けていった。中学の時、友達と歩いていて、友達が電柱にぶつかった。テイナーどこ中だ、ゴルは電柱か。車内でパソコンのトラブル相談を受けていた頃、女性が、マウスを動かしても全然画面が反応しないんです。と必死に叫びながら、おまんじゅうを動かしてた時はさすがにガム紛失した。お兄ちゃんの会社の同僚が上司に怒られてる時何言われても、はいはいわかりました。って答えてたら、はい、はもういいんだよ。って言われて、うん？って返事してた。おいしいチェアハンの探り方。まず田んぼを用意します。ちょっと待てや。昨日田舎の母ちゃんが、ファックスで3万円送ってくれた。眠れない夜は時々弟の部屋に忍び込み、眠ってる弟の目の前でヒゲダンスを踊る。弟が起きないようにつま先立ちで、なるべく静かに、床が鳴らないように。絶対バレてないと思っていた。先日の夜中、床がミシミシ鳴る音に目を覚ますと、目の前で弟がヒゲダンスを踊っていた。語彙が少ないやつってマジであれだよね。とにかくヤバいっていうか、ドラクエ徹夜でやりまくった朝に大学行くとき、財布に金が少なかったんだけど、途中でモンスター倒せば貯まるかとか考えて家出た。なんか、昔、バイクに遺伝色つけて遊んでて、そんでみんなやってるから、車とかもあるし、船でやってみたら、イカ集まってきたんすよね。ジャイアン。ジャイコ。7歳の息子に留守番させてみたが心配になり、ちゃんと電話に出られるか他人のふりして公衆電話から自宅に電話してみたんだ。お父さんいる？いらない。さて、笑えるスレゴ10連発はこれにて終わりです。笑えましたか？ああ、笑いすぎて腹筋割れたし口から義乳吹いたわ。牛乳な？あ、義乳といえば、この動画に何回義乳が出てきたでしょうか？ 5 回くらいじゃね？全部見つけられた自信のある人は、コメント欄で数を教えてくださいな。てなわけで、この動画はこの辺で終わりにしましょうか。ほな、バイなら。